いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ。甘い言葉に気をつけよう編。みんなが住む町には至る所に悪いお化けがいるんだよ。そのお化けは君たちを甘い言葉で誘うんだ。君君、ゲームは好きかい？僕、新しいゲームを買ったんだけど、遊ぶ友達がいないんだ。一緒にゲームしない？これ、昨日発売のゲームだ。知らないお兄さんだけど、ついて行っちゃおう。うんうん、きっと楽しいよ。甘い言葉でおびき出したお化けは、アンパンマンを暗い暗い檻の中へ閉じ込めてしまいました。お兄さんの嘘つき。僕を外へ出してよ。君はバイキンマンくんだよね。君のママにおやつをあげてって頼まれたんだ。ケーキやドーナツを買ったから一緒に食べよう。おじさん誰だ？でもママが頼んだんならきっと悪いおじさんじゃないよな。おやつちょうだい。うんうん、こっちへおいで。甘い言葉でおびき出したお化けはバイキンマンを暗い暗い檻の中へ閉じ込めてしまいました。ママはどこだ？おじさん、俺様を騙したな。そこのかわいい君、私とっても困ってるんだ。うちにあるジャムの瓶が開けられなくてね。君が開けてくれないかい？開けてくれたらご褒美をあげるよ。ご褒美？ジャムの瓶を開ければいいのね。私に任せて。お家はどこ？ありがとう。こっちだよ。甘い言葉でおびき出したお化けはメロンパンナちゃんを暗い暗い檻の中へ閉じ込めてしまいました。ご褒美はどこなの？困ってるなんて嘘だったのね。良い子のみんなはお化けの甘い言葉に騙されてはいけないよ。お菓子あげる、お金あげる、ゲームをあげる、全部嘘だ。うちの子猫を見せてあげるからお家においで。困ってるからお家に来て手伝って。全部嘘だ。信じたらアンパンマンたちみたいに檻に閉じ込められてしまうよ。お化けが甘い言葉で誘ってきたらすぐに走って逃げようね。この動画を見ている大人の方へ、夕方や夜の時間帯には子どもたちを狙う連れ去り事件が多く発生しています。
そのような事件がなくなりますように、どうぞ皆様の温かい見守りをよろしくお願いします。動画は楽しかったかな？他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。